あ、お待たせしました。すいえ。はい。すみません。はい、ちょっと、重たすきまして、すみません。いえ、本日のゲストは、滋賀県草津市議会議員、杉江昇さんです。いらっしゃいませ。どうもごちそうさおりまた。はい。簡単に自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい。杉江昇でございます。えー、紹介くださいましたように、滋賀県の草津市、 市議会議員の杉江昇でございます、えー。風光明媚な琵琶湖がございまして、そして対岸にはすべ、えー、ての日本の州祖が修行した礼法比叡がございます。そんな位置で、えー、議員をやっております。えー、今、期数は6期目でございます。うんはい、以上です、はい。ありがとうございます。最初滋賀県の草津市とおっしゃったように。 お恥ずかしながら今ちょっとズームの手間取ってか入室が遅れたんですよねすいません、はいえ大丈夫ですその間にですねちょっと杉江さんのことは調べていたんですけど草津市について調べようと思って調べたらあらどうやらおかしいぞと私が知ってる <laughs> <れ>草津温泉の草津じゃどうやらなさそうだなと思ってですね 数分前に滋賀県に草津市があるんだということを私、気づきまして、よく間違われますえっと、しょっちゅうですね。それで、以前には銭湯が2つあったんですけれども、その草津温泉っていう銭湯もなくなったんで、もう事実上、草津温泉っていうのはもう全くございませんあ。なるほどはいそれで、えー そうなんですよ。うん、それであの我々はあの自虐的にね、温泉でない方の草津ってよくあの言うんです。<laughs> 関西人らしいですね。<laughs> そうですね。草津は温泉は出ないあのね、えっと、対概にね、対岸に、それこそ比叡山の麓の方に、おごと温泉っていうのがあるんですけどね。うん、これは あの大津市に所在しているんですけれども冷泉と言いうまして30何度の冷たい温泉が湧いております、えー、草津もその水源があのよく似た水質の温泉がございますお生まれは滋賀県草津市でいらっしゃるんですかそうです小学校中学校高校ぐらいまで草津にいらっしゃったんですか そうです、ね、あの一時、あのー、両親の両親って父親の転勤であの大阪にいたことがあるらしいんですけれども、まあ、ほんの何年かで、まああのー、赤ちゃんの時でしたんで、それ以外は全部、で暮らしております。大学とかまで行かれたんですかいや高校です。高校。お父様がその転勤でってことは、ご家族は何のお仕事をされてたんですか ああのまあ、工場なんですけれども、うん、あの新婚生活でその父の両親と考えて暮らしたんだと思います議員インタビューをしてると、議員になる方は、大体ご家族の中で議員さんがいてとか、まあそういったのが多いなと思うんですけど、ね、杉江さんはそういった感じなんですか、はい、じゃあ、全くございません。うんあの どんな人で、市議会議員でもやっぱりそうなんでしょうかね、あの県議会議員とか国会議員なんかはよくあの看板とか、ね、うん、よく言うけれども、そういうのは全くございません。はいえー、そして、えー、じゃ高校卒業されて、大学行かずに、杉江さんは、はい、どっかに就職されるんですかえ就職いいたたしましまどちらに、はい、あの自動車っていうトラック のあの海外社に行きました。鈴木自動車って市街ないですよね。ええ、あのよくあるあの市街えっとね伊豆市街販売かなんかそういう名前でしたね。それはエンジニアというか現場でですか。それとも事務ですか。あのいろんな業種があるじゃないですか。あの営業さんもいるや今おっしゃったようなあのメカニックもいるや<ー>あの。 そこであのお客さんに部品を供給したり、うん、修理の場に部品を供給する仕事部品カーって言ってたと思うんですけど、うん、あの部品の取り扱ってましたどうして車が好きだったからとかどうしてその道を選ばれたんですかあ,あのー、親戚の,あのおじさんがね、うん、あのそこにおりましてん、はい、あの、あのー 自動車トラックそれもトラックいっぺん扱ってみいひんかということでもともと車好きだったんですけどね、うん、はいなるほど、えーえー、そこでどれぐらい働かれたんですかえっと2年ほど働きました2年働いて、まあ、高校卒業して2年ですから、えー、ま,あまだ二十歳ぐらいですかね辞められて二十歳ぐらいで、はい、えっとその時はまだあのー 景気のいい時で、うん、あのそれもねあの友達のご縁なんですけどあのちょっといろんなその人間関係で腐っってたた時期があったんです例年、うんね、おいのぼるそんな腐ってるんやったらうち来いっていうことで今度はあの今のコスモ石油で全、はい、身のマルゼン石油の,あのガソリンスタンドに行くことにしました。うん ガソリンスタンドで、それは正社員なんですかそれともアルバイトですかいや正社員です。正社員で。ええーはい。そして、普通にこう給油とかをするガソリンスタンドで働かれるわけですかそう、ね、そこで、どれぐらい働かれるんですかここはね、もう10年ぐらい働いてました。そこが長いんですね。そうですね。全然、こう、議員としてのなんか匂いがしてこないんですけど、 ガソリンくさいでしょ、うんうん。ガソリンくさいですね。<laughs> まだ10年そこで働くと、まあだいたい30歳ぐらいですか。そうですね。うん、30あそう29歳,、ね、29歳はい。えー、そこからどうされたんですか。はい。そこからね、ちょっと景気が悪くなり出した頃で、うん、あのー、まあそこもご縁があったところで、あのー、まあ人員整理ということもあったんですけれどもね。うん、はい。 じゃ,あおちゃん僕もちょっとやめて他のの仕事をやってみるわっちって、うんあお、転職しましたまだ転職されるわけですね。ええ。これがね、あのー、女性の下着、おーはい、ブラックスポーツとか、ワ、うん、コールとか、トリンプとか、うん、そういう華やかな世界にるんですけれども。うん 部屋に回ると、その男性の営業マンがうろうろしているような業界で。<laughs> あの滋賀県はね。そのショーツとかブラのその縫製の産地なんです。あ、そうなんですか？ね、で、あのその時、いろんなそのあの機能的な繊維っていうのが開発され出しまして、うん、そこに興味を持ちましてね。うん。あ<の>うん 赤ちゃんにお乳やる前なんか、まあ、乳腺が痛くなったりされるも、うん、その痛さを緩和するような、そのブラのベルトとかね。うんえー、を緩和するような、あのー、ショーツのベルトとか、そういうのを、うん、あのー、部品供給してました。ああ。じゃあまあ、営業ってことですかね。うん、そこから繊維のエンジニアってわけでもないですもんね。そうですね。うん、はい。 はい、そこで女性用下着の会社でどれぐらい働かれるんですかそれはね、あのー、私が、あのー、いわゆる個人商店で。あ人前商じゃなくて。チ、はい、ャレンジしようと思いましてね。はい、自分で株式会社とかですか個人商店だから、個人事業青,青色申告何年ぐらいされたんですかそれはね、えっと、ですから、ええー。 それも10年ぐらい、えー、あすみません、8年ぐらいですねうん。38歳になっちゃいました。全然いまだにガソリンの匂いは取れましたけど、議員の匂いがしないんですが。うん、実はね、私、あのー、親があの、まあ、政治が大好きで、いわゆるそのおあのいろんな議員の。 世話をするのが好きな親でした。うん、そして、うん、バリバリの自民党員でした。自民党を応援されてたわけですね。そうです、ね。え、じゃあその二十歳ぐらいの時から選挙権が出てから、はい、えー。選挙には行ってたんですか、杉江さん。え、ね、あの選挙応援ですね。選挙応援なのかまあ最近だとこう投票っていうのもあんまりみんな行かないですけど。うんね 投票は必ず言ってました。ってした必ず言ってた、はい、じゃあ政治はお好きだったんですね、お父様の影響か。ですね、はい。ちょうどどうでしょう、うんえー、目覚めた頃は大平正義とかね。おー総理大臣、はい。総理大臣。で副、副総理に伊藤正義とか、うん、そういうところが好きでしたね。 じゃあご自身も自民党員でいらっしゃったんですかそうです。投票に行くとかのレベルじゃなくて、誰かをこう、はい、応援すると、選挙応援、ボランティアしたりっていうぐらい政治好き。そうですね、講演会活動はどっさりしました。はあ、それはいつぐらいからですか<笑><笑>それはね、もうあのー、高校卒業した頃からずっと、はいまあ、選挙運動ができないんでね、そのと されてままししししたたので講演会活動はどよなるほどじゃあまあ小さい頃から政治家になりたいって気持ちはあったんですかいやそんなあのー、大それたもんじゃなくってあのー、どう言ったらいいんでしょうね関西では1ビルっていうんですけど 1>, 1ビル一ビル <laughs> あのー、ちょっとなんか物知りみたいなふりをするようなああなるほどなるほど。 使徒でしたよなるほど。えー、小さい頃の夢って何,何だったんですかんだったんでしょうね。えっとね、あの大好きなそれを人物に由来するんですけど、プラモデルプラモデル屋さんがありましてね、はい、はい、お年玉とかお小遣いもらったときは、いの一番に走るのはそのプラモデル屋さんでした。だからプラモデル とは思ったことはあるんですけど、大それにて意味って、政治に興味はあったけど、まあ、自分が政治家になるような感じではなく、38歳まで迎えて、はい、えええその後は。はい、その後は、えっと、まあ、相変わらずの生活をしながらなんですけれども。個人事業主の会社は畳まれたんですか うん、あそれは私、言い間違ってました。それは43歳まで続けまして、ん<ー>であのもうその時結婚してましたので、ね、おおなるほど,ど。どの辺で結婚されたんですかえっと、29、30ですね。30歳ということは、ちょうどあの13の回りですコスモ石油を辞めるぐらいですね。ああ、いや、違う。 辞めた後。そうか、そうか。コスモセキュー、そうですね。辞めたぐらいですね,ね。辞めたぐらいでご結婚されて。でもなんか、ちょうど失われた30年って言われる、はい、こう30年で景気がちょっと悪くなりだしたっておっしゃったじゃないですか。うん、<laughs> その頃に結婚されたわけですね。ええー、奥様。ケツは熱いうちに打てですよ。あなるほど。どういった出会いだったんですか <laughs> そうですね。会社が一緒だったとかですか あそうなんですでそこで、えー、結婚されてお子さんは今ねもう、あのー、長男が28で次男が25になります28歳と25歳。えー、じゃあもう手を離れた感じですかね。そうですねまあ43歳ぐらいまでこう自分の個人事業主の会社をされてもうそろそろ議員になるんじゃないですか ごめんそうですね、県議会議員さんが、あ<っ>あのおい、登君、市会議員やらないかという声がかかってきまして、うんはい、いろいろあの考えながらあ、じゃあやってみようかなって言って、お返事、あのじゃあや,やらせていただきますというお返事をいたしました。やはり自民党を応援してたから、自民党の県議からですかそうですね自民党の ということは、自民党の市議になるわけではないんですか、はいあまあ、いわゆる保守系無所属という。保守系無所属。所属会派の、あのー、所属になりました。市議会議員は自民党所属の市議会議員という感じではないんですね。あのね、あのー、2種類ありまして、自民党公認の あのー、議員と、それと自民党の推薦の議員と、うん、この2つ、2人が、ああの2つがありますね、パターンは。じゃあ、杉江さんは、公認はいただけず、推薦だったとそうなんです。じゃあ、当選したら所属するとか、普通に、あのー、保守系無所属の会派に所属しました。 市民は自民党の会派という認識でいらっしゃると思うんですよ。あなるほど、そうなんですね。それは最初の,その43歳ぐらいですか、はい、最初の選挙。はいはい、43歳の選挙で、初出馬、初当選ですか。そうですね。で、それは、その時の選挙は、1期目は、えっと、補欠選挙に出たんです。 補欠選挙っていうと、席数も1議席とか2議席とか少ないんじゃないですか、はい、えっとね、えっと、法定でいきますと、えー、24人の定数なんです、滋賀県2つ市議会は。うん、でえ、5人、五人欠員が出ると、補欠選挙をしなければならないという、公選、うんえー、法。 ません、地方自治法でがありまして、うん、はい。それで、あの、選挙になったわけなんです。5人です。5、五人も欠員が出るって結構なんかあったんですかえー、例えばね、あの、タコさんの人が、あの、県議会議員に出てしまって、抜けてしまったりとか。なるほど、なるほど。ありましたね。あ、もしかして、その、県議の方から声がかかったっていうのは、 自分が市議から県議にくら替えというか、挑戦するから、そこの穴を埋めるためにあ、じゃあないと思います。そういう感じではないそれは,それはないんですけれども、うん、いろんなそのあのグループがありますので、形成されてましたので、うん、そこ、まあ大きくなっていう意味はあったんでしょうけれども。最初の選挙、いかがでした結果とかを振り返ってみて。はい、あのー、 反っというのがなかったんです。それはね、うん、あの無投票当選になったんですね。なるほど。じゃあ、欠員の数と同等か、欠員の数まで満たなかったんですか、立候補者。の数と同等でした。あ同等、じゃあ、皆さん当選ということですね。そうです。はい、やったーっていう内心あったんじゃないですか。そりゃそうですね。<laughs> そりゃそうですよね。 そうですよはい、そこからじゃあ4年は勤めないですよね。2年ぐらいですか、最初。ぐらいいめたと思いますか1期目はどれぐらいの時間を勤めたと思います、1>, まあ、1期目。半分の2年ぐらいですか。甘い。甘い。4月に補欠選挙やったんです。はい、で、本選挙がその年の9月。ああ、半年だけ。<laughs> だったんですよ。まあ。 ただ、次の選挙の選挙活動にもつながったっていう結果的にはあるんじゃないですかそうでしょうね。次の選挙。まあ、実質1回目の選挙は、どの結果だったんですか、はい、結果的に、はいえっと。24人中、確か十七人、17位だったと思うんですけどね。うんはい、1700票くらいいただきました。1700票。 ええ、率直に初選挙どんな感じでした自分の予想よりもあよくできたかなとかそれはもう満点ですよお客様っていう言葉がしみじみ伝わりましたね、うん、ああごっていうのはこんなことかって思うほど嬉しかったです今は何期目でいらっしゃるんですかまあ6期目です6期目ずっと負けなしの6期あそうですねすごいですね えー、おかげさまで。その議員になってからお,お伺いしたいんですけど、最初の,その選挙だとか、最初議員になろうと思った時は、どういったことをマニフェストに掲げて、取り組もうと思われていたんですか、はい、はい。えっ、ー、と、今もそのビジョンは変わらないんですけれども、あのー、各地域があるじゃないですか、うん、小学校とか。 中学校区とか、その地域地域を、あの、おのおの自分らの個性に合った草津市内で確一的なあの街づくりをするんじゃなくって、自分らの発想で、あの、光り輝く街づくりということを、当初から今も、このビジョンを掲げて、あの、活動しております。 まあ、抽象的にはわかるんですけど、ええ、なんか具体的に確率的じゃないまちづくりを、はい、どういうのを提言してきて、実際私が動いてこうなったんだよみたいなのまであると、非常にイメージがつきやすいんですけど。これを言うと、あんまり市長は、おいおい、そんなことない、俺も考えてたんだぞっていうことをおっしゃると思うんですけれども、はいあのー、ややもするとね、あのー 住民の意見が全然こう反映されない市役所任せの,あの暮らしになってないかなということが多々あると思うんです。うん、でそうじゃなくって中学校区なら中学校区小学校区なら小学校区の住民がいろいろ自分らの思いをこう形にしていく。 それこそやっぱり自分らでやる住民自治じゃないかなっていうことを訴えていたんです。うんで、それをその住民自治を達成するために我々議員や市長がいるんだという思うんです。住民自治というと、町内会みたいな、はい、単位を大事にしようとか、はい、そういったことだったりするんですか、はい、いや、で、今言いましたように、その小学校小学校の、うん あ,のある範囲小学生が通う、うん、あの町の範囲をこう、あのー、思っているんですけれども、うん、でたまでねあの、町づくり協議会っていうのが出来上がりまして、うん、であのまだまだあのよちよち歩きなんですけれども、うん、これがどん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 力をつけてきています。うん、そういうういいり協議会っていうのは なんか聞いたことあるような、ないようなっていう言葉なんですけど、<あ> <laughs> 草津市で特別にというか、あ作られたのか、はい、全国的にもそういう流れになってたりするんですかそうですね、全国的な流れではありますけれども、あの草津は随分早くからあの取り掛かっております。うん、でえ、14の小学校区があるんですけれども、あのなんか、画一的な街づくりじゃなくて、 ちょっとやりたいことがこう少しずつ変わってきた感じで、うん、だんだんこう出てきています。うん、例えば私たちが住んでいるあのー、老人の老に上下の上って書いて、追いかって言うんですけれども、追、うん、いでは、えっ、ー、と、ハロウィン。うん、ハロウィンのパーティーをこうやったりするようになりまして、うん、はい。みんな老若男女がそこにこう集ってくるような。 うん、そういうあのパフォーマンスもやれるようになってきました滋賀県草津市についてちょっとお伺いしたいんですけど、滋賀県草津市っていうのは、まあ、どういった町なんですか、そこで産業があるような、ちょっと裕福な町なのか、まあ、ベッドタウン的にこう京都に仕事に行く町なのかとか。はいえっと 都会田舎という言葉はご存知ですか都会と田舎を掛け合わせた言葉ですか。はい、おっしゃいましたように、草津はベッドタウンです。<ー>ずいぶん、あのー、さまざまな住宅開発が進みまして、えー、京都、大阪から、えー、たくさんの人が移り住んでくださってます市の財政的には、ある程度裕福なとこなのか、結構厳しいところなのか。 A ランクの、A ランクの A ですね。おということは、裕福。裕福ですね。よく私たち、こう、鹿児島なんですけど、鹿児島とかだともう3割自治だと。別にそこで収支回そうと思ってないと。要<ー>は3割賄えればいいんだよ、税収でというような考えなんですけど、そちらはどれぐらい優秀なんですか どの範囲で言いましょうえっと、3割とかじゃなく、まあ、例えば前に国民民主党のこう岡野純子さんっていう方が千葉でいるんでしょうそれは浦安市議だったんですね。<あ> <laughs> もうディズニーランドだとかいろんなことでもうはうはで余って仕方がないみたいな。どこまでが A ランクなのかなと思ってですね。多分ね、あのー、借金のこととか、あのー、 まあ、えー、交際費っていう借金なんですけれども、そんなにお金を借りなくって済んでいるというところがあります。もちろん、今度50メーター級のプールを作るんですけれども、はい。えー、国体が、えー、もなく2つで開催されますので、それに合わせて飛び込みと50メーター競泳とアわすモつプールを作っていきます。ほぼ。 国体はいつですか？えっとあと3年後ですね。3年後今年だったんです。鹿児島は？あ、そうでしたね。あ、そうそう,そうでした。<laughs> あの、コロナの影響でどうなっていくのかな？という行方をこう関心持って見てました。ですけど、うんスポーツ大会っていう名前に代わっての開催じゃないですか？そちら。 そうですねあ国体、国体って言ってしまいますね。失礼しましたいえいえ、大丈夫です。はい、人口とかはどれぐらいの人口でいらっしゃるんですか。14万人です。14万人。はい、やっぱり一番大事なとこなので、もう少し最初から考えは変わっていないと、なんでしたっけ。はい、光り輝く街づくりです。うん、光り輝く街づくりということで取り組まれてきたと。 まあただ、6期もしてると、時代もだいぶ変わって、コロナもあったりとか、まあ、直近の選挙で訴えた政策だとか、公約だとか、はい、今、藤江さんが考える草津市議としてのこう思い、町づくり、教えてください、はいはいえっと。今まで無償でやってたボランティア、たくさんあります。えっと、例えば、道直しとか、川ざらえとか、いろんなことがあったと思うんですけど、 これを全て優勝に持っていきたい。おう。悠久でやるような、あのー、ちづくりを進めていこうと思ってます。うん、はい。これは市長も随分関心を持ってくださいまして、うん、えっと、ちづくり協同部っていうところが所管しているんですけれども、そこも、あのー、その、先住藩を作ってくれたようなことがありまして、はい。 なるほど。これをどんどん進めてますよ。ボランティアを優勝でというと、よ、はいはい、さげな気もしますが、それが一般質問でされてたコミュニティビジネスみたいな話あ。あ、見てください。ありがとうございます。はい、そうなんですよ。今、全国的にもそういうふうにビジネス的にやっていこうっていう流れになってるんですか まだそんな機運は少ないですね。ただ、えっ、ー、と、令和3年10月に、あの厚生労働省が、えっ、ー、と、えー、共同、えー、失礼、えー、共同労働の、えー、共同組合法というのをあの施行しておりますので、 それに従って、あのー、事業を進めていこうかなと思ってます。なんでというのは、ちょっと変な質問かもしれないんですけど、なぜボランティアをこう、優勝で、えー、していくという流れになって、草津市はそっちに力を入れてるんですかはい。それはね、あのー、やはり、少子高齢化、あるいは人口縮小、こういうことが、もう、待ったなしの状況でし、 進行しております。それで、今まで、例えばですよ、地域のあの、ボランティアをすることに対しましては、一度、あの、お仕事をリタイアされた方、60歳とか70歳ぐらいまでの間の人が、一生懸命、あの、支になってやってくださりましたよね。うん、でも、企業も、これから、あの、労働者不足っていう、 難問がありまして、あと次というんでしょうかね、あの、事業を承継していく人が必要であるということで、定年が終わって再雇用があって、再々雇用もあって、最後には70歳まで仕事するんじゃないかと言われてます。そういう人たちが今までは、あの、言いましたように地域のボランティアをやってくださってたんですけど、 ごっそりと企業に持っていかれるっていうイメージがあるんです。うん、そうしたら、えっ、ー、と、道の修理とか、溝さらえとか、誰が死になってや,やっていくんだろう。そういうことを悩んでおりました。そうであるならば、あの、その地元で、あの、給料がもらえる。あるいは、 地域で障害を持った人と一緒に仕事ができる。そうすることによって、えー、いわゆる今やってるボランティアは継続していけるんじゃないか。うん、はい。生まれ育ったところで、で雑草ぼうぼうで,で、水も詰まったりしてる姿なんか見たくもないんで、子供、子育て支援、高齢者の支援も合わせて、 プロフェッショナル的な仕事ができる、そういうことを考えています。それはシルバー人材センターとは違うんですかあのシルバー人材センターのようなものですね。うん、あそこも競合ってくるかも分かりません。シルバー人材センターは、あれは公共というか、シルバー人材センター法という法律で作られた組織です。 じゃあそれと似たようなことをこう草津市議会としてお金を払ってシルバーの方々とかにボランティアをしたらお支払いしていくと、はい、ですね。あのそれよりその若い人とか障害を持っていてなかなかあの企業に勤められない方もたくさんおられるんでそういう方がその地域であのゆるかごで働くようなそういう組織ができたらなとは思っています。 面白いですねこれからね例えばあの家の中の,あの電気を変えるとか高齢者の,あの老人が独居老人とか老老介護をされている人とか、うん、そしてもうあの在宅介護っていうのがだんだん幅を広めてきてますのでますますあの地域の人が慣れ親しんだ人がこう見守ってくれてる。 そういう暮らし、一番シニアの方も安心されるんじゃないかなとは思うんです。それを公共団体がするってことは、市民でボランティアしたいと、はい、優勝でボランティアしたいっていう方々を登録を受け付けて、で、電話の受付とかは市役所がして。あ、違う違う。それはごめん、私の説明が悪いですね。あのー、今、市役所はあのー、市民とか事業者にできることは、 すべて事業者や市民に任せていくという方向になっております。うん、それを草津市も推進しておりまして、それは、えっと、ワーカーズコープ、労働者共同組合に任せるということです。労働者共同組合っていうのが、うん、シルバー人材センターみたいな感じであって、えーはい、そこでやってもらうと。えー 者共同組合には、はい、市からお金をもあの。いろんなところから来ますね、そのえー、株式会社とか、あのー、例えばユニチャームとかね、うん、そこからその資金をこう提供してもらったり、うん、クラウドファンディングでお金を集めたり、税から出動してもらったり、いろんなことが考えられますね。 面白いですね、うん、企業が分散しながらあの分担しながらやっていく社会が来るんじゃないでしょうかねそれも裕福な自治体だからこそ無料で全員に任せてやってたものを優勝でしていくっていう試みができるし進んでるっていうところですかねいやそうでもないと思いますあのー、裕福であろうがなかろうが もう街をこう維持していく能力がなくなるんですもん。さっき言いました、えー、溝さらえとか草引きとか道路整備とか、そういうのはボランティアでこうやってたんですけど、うん、その人らがもういなくなって、じゃあ若い人がどうかって言ったら、若い人も相変わらずあの企業で働いてるでしょうし。 杉江さんの一般質問を何個か見せていただいたんですけど、1月のでいうと、ライドシェアのことを先に質問していたりとか、今ちょうど4月に解禁をするんじゃないかと、改めてどういったお考えですかはいで。さっき言いましたように、えー、民間ができることは民間にっていう、あのー、ムーブメントがございますので、私は賛成なんです。ただ、 あのー、信頼度っていうことがやっぱりありましてい,れんいろんな事故や事件がやっぱり発生する恐れもなきにしもあらずです。はい、プロの,あの西免許を持ったタクシーのドライバーさんでも追突したりされたりすることもあるんですけれどもその時のその保証はどうなるんだとかその辺がまだまだ煮詰まってないので。 あのまだ何とも言えませんけれどもあの、できるだけ早くライドシェアっていうのはあのやるべきだと思ってます。あと、面白かったのが、野生動物を杉江さんが保護したと。ええー、そうですね。そして、餌を与えたりしたら、死とかにこう怒られたと。あったよ。<laughs> 保護したり、飼育したりするのはだめなんですかと。 海外だったらクマも飼ってたりする例があるらしいよとかですね。そうですね、あのー。やっぱり環境、生活環境だけじゃなくって、地球環境っていうのが、もうどん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 崩れていってて、なんか、あのー、人間以外の哺乳類は全部人間の、あのー、食料にかわしか見えてないのかなっていう思いが実はあるんです。はい、やっぱり あの先ほどおっしゃってくださいましたきツねにしてもたぬきにしてもねやっぱり子連れてくるんですよ。うん、そういう姿を見るとねやっぱりああこれ人間だけじゃないなっていうせっかく神様が万世万物の蝶に選んでくださったんだからやはりすべてのことにあの円満に行けるように動いていかなければならないのかなという思いがあるんですね。はい まあ後日なんですけれども、市会議員がそんな話するもんではないわ先輩から怒られたんですけどねうん、そう思います、やっぱりバランスが崩れてますので、昔話で、あのー、やっぱりタヌキとかキツネとかね、紙芝居でもそうです、落語の世界でも何でもそうです、あのー、本当の近くであの動物がいたという、一緒に暮らしてたというね、この自然共生というのはやっぱり、 最後の目的かなとは思い僕、えー、がお好きなんですね。うん、好きというか、愛おしいですね。質問の時も、その市の当局の方から、そういう野生動物を飼ったりするのはダメですと、しゃっと言われてましたねそれ分かって言ってるんですけどね。あ<ー>でもあのあの、ちょっと色気がありましてね、あのうん、そういうことを堂々と歌う街。 うん、自然動物を大事にするっていうことをねあの施策にあの表現することによってあこんな狐やタヌキを大事にするような町やからピッと我が子も大事にしてもらえるって思えるんじゃないかなともやっぱり思ったんですよ。うありがとうございます。これでで終わってしまうと最初のののお話の中でこう自民党系の 杉江さんということで終わっちゃうと思うんですけど、はい、私が、えー、今回、杉江さんのインタビューに至った経緯としては、国民民主党の支持者の、はい、視聴者の方からご紹介いただいて、はい、今、ご所属は、はい、国民民主党でいらっしゃるんですかそ,うです、ね、その自民党から国民民主党所属になるまで、どの時点で移られたっていうのか。 が正しいのかわかんないんですけど、どなられたのか？はい、4期目の時でしょうかね。あのー、その時にあの自民党に限界を感じました。ほ<お>はい、詳しく教えてください。どのようなことで限界を感じて、とあのー、議員活動をしていますと、今あのよく言われている政治資金パーティーとかあるじゃないですか？うん、そういうのもやっぱりせっせいと言ってたんですけれどね。はい。 で、その時はね私がやりだした頃は、えー、小泉さんとかやっぱり今節に小泉純一郎さんなんか今節にさしてもらってたんですけれども、まあ、その辺からでもその今であるあの非正規労働者が提唱されてどん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 非正規労働者が増えてきました。でやっぱりあのー 雇用に責任を持ってもらいたいっていうことが、やっぱり思いましてね。はい。で、いろんなその労組の人とやっぱり喋ったりするじゃないですか。これどう思うって言って。やっぱり、あの、働き方の,あの選択とかいろんなことができるのはいいんですけれども、やはり同一労働、同一賃金じゃないですけれども、 いちっと保障ができる世の中にならないと、人はあの子供を産んで育てることはもうないんだろうなって、やっぱりその時思いました。それ、4期目です。それが、うんえー、少子高齢化、人口縮小という、そういう局面になってきたところですね。うん、民党も辞めて、まあ、浪人みたいなことをしてたんです、議員しながら、どこにも所属して、うん、民党を辞めて。 浪人というか、まあ、無所属議員になったってことですよね。本当の無所属ですね。はい。ただ、はい、無所属議員でいこうではなく。やはり、どこかには所属したいなと思ったわけですか。そうですね。で、そこに出てきたのが、私がごきめ、当初の時です。玉木雄一郎です。雄一郎が出てきました。この人の、やっぱり、あの、切れ味が良かったですね。 みんなにこう国民民主党っていうのを広めるきっかけになったのはやはり新しい答えを出すっていうこと今までその行政だよりやった官僚よりの政治から本当の政治家の発案による政治それを進めていくっていうことを声高らかにおっしゃっていましたので私はまあこの政党だなということをやはり 思いましたね。姫の時に玉木雄一郎さんに出会ってっていうことは、結構もう最近ですね。そうですね。何年前になりますかね。えっと、4年前ですね。年前。<約>ということは、その時はは、えー、国民民主党党首の玉木雄一郎さんに会ったのか、その前。この前です。えー、その後ですね、うん。もうここだと思って、国民民主党に入党されるわけですか。 はい、国民民主党の市議になられて、まず第一に杉江さんの動画を見たのは伊藤孝恵さんだったんですね。ああ、えー、えー、えー、ええー、え。伊藤孝恵さんを非常に、えー、応援していたと。えー、私あの、伊藤孝恵さんを初めて出会った時には、 あのまあ、恋心ではないんですけれどもね。あ、この人なんか光ってるなぁって、やっぱり思って、やっぱりおっしゃってたことがね、やはり今やってることが実現していってるじゃないですか。うん、子供子育てのことにしてもそうですし、あの、一番私が惹かれたのは、内密出産の問題を発掘したことなんです。あ、あの時はね、 参議院のテレビ中継を見てたんですけれども、涙を流してましたね。で、大きな声で、お頑張れって言って,言ってましてね、横の会派から、おい、どうしたんやって,て言われたぐらい大きな声やったらしいですよ。選挙が、あのー、さっきの参議院選挙なんですけど、いろんなその、中共の名古屋の情報を聞くと、やっぱり、あないっていう言葉が飛び交ってたんですよ。うん 伊藤孝江をこう落とすと絶対ダメだっていう思いが強くなってあの伊藤孝江さんをあの応援するようになりました選挙応援をしました伊藤孝江さんのチャンネルで今もちょっとなんかな涙ぐまれていたような感じですけどもう罪づくりですね <laughs> <laughs> 思い出すとねやっぱ、うん、何が武士が出てきますよ、うん その番組ででも流れてました、ね、でしたたねっけ涙その動画の中で、街宣車を使わない選挙活動っていうのを言われてたんですが、はい、あのね、あのー、草津市っていうのは、陸地32キロ平米ぐらいの、2キロ平米メーターか、2キロ平米ぐらいのコンパクトな町なんです。 そこに14万人が暮らしているんですけれども、そんな小さい町にね、あの、選挙カーが25十26二27代今回なんかは32代出てるんですで。そんな中で、あの、子育て真っ最中の人、障害者をこう、あの、見守ってる人、 夜勤で寝ている人。そんな人の、ま、前で車が行ったり来たり入れ替わり立ち替わり来るんです。杉江さん、何とかしてよっていう言葉があったんですけれども、私も、いや、これは法律で守られてることですから、ちょっとの間辛抱してください。そんなこと言ってたんです。私、これが恥ずかしい思い出でね。 よくももうこんなこと言ったなって思って。そのきっかけは、えー、前回の選挙、令和元年の選挙から、えー、チラシを、選挙中にチラシが配布できるようになりました。草津市の場合は4000枚割れるようになりました。そういう、その、ことができるようになったっていうことは、 合理的配慮ができるんじゃないかなっていうことを思い出しまして、じゃあ、この際、あの、スピーカーを使った運動はやめよう、とやっぱり思いましてね。多分、今言った方々はみんな選挙弱者やという思いがありまして、うん、やめました。その結果、直近の選挙では良くなったのか、ちょっと、はい、やっぱりスピーカーを使わないから、 票を落としてしまったりと結果悪くなったのか、どういうふうに直近の選挙を振り返られてますはいあの、得票数でいきますと、えー、令和元年の選挙は、えー、1700、1600、えー、何がしか、あのー、票をいただきました。でも、今回の、えー、令和5年の選挙では1100票ほどでした。なるほど、はい。そうなんです。 でも満足してるんですね。うん、あの、令和元年の時はまだ自民党支持者があの投票してくださってたんですけれども、今回黄色いジャンパー、あー失礼、黄色いポルシャツを着て選挙しましたので、んやロールは自民党じゃないんだなということをみんな、あの、周知できまして、はい、じゃあ、じゃあ、あ他の候補に入れようかっていうふうになったと思うんですよ。うん、はい。で、 残ってくださったこの1万、あすみません、1百0 0人っていうのは、本当に登る、頑張れっていう人が入れてくださったと思ってまして、非常にあの心強く思っています。まあ、いろんな要素がこう絡み合って投票結果になっていると思うので、まあ、一つを取り上げるのは難しいと思うんですけど、ご自身の感覚で言いますと、そういう自民党じゃなく、国民民主党議員としての初選挙と。 初選挙はそうですよね、今回は。そうです、うん。っていうところで票を落としたかもしれないし、えー、スピーカーを使わないという選挙に切り替えたから落としたかもしれないし、うんまあ、いろんな要素が入るんでしょうが、はい、その私が気になるのはやっぱりそのスピーカーとは外線車を使わない選挙で、うるさいからやめてというお声があって変えたというのであれば、まあ、るさんに入れようという人が増えた。 とも考えられるんですけど、やはり杉江さんの感覚としては、はい、ちょっとそれは足かせになってると、やっぱりスピーカー使わないのは、票を落とす方向に今のところは働くんじゃないかなとお考えなのか、ある程度、その得票になとお考えか、えっと、ま引きこもごもなんですけれども、あの今回、新人の候補さんで、 えー、3人ぐらい自動車のスピーカーを使わなかった候補がいらっしゃいました。はい、えーえー。多分これは時代の要請になってくるのかなと思いますね。ただ、あの、少人数で、例えば今言った参議院議員選挙なんか、声を届けようと思ったら、そりゃスピーカーもいるでしょうけれども、そんな、あの、ね、小さい町で、 何十代もこう行ったり来たりするような選挙でない限りいいんでしょうけど、そういう二つ市のような条件のところではあの、私はスピーカーは使わない方がいいと思います。今過去と現在と杉江さんについてお伺いしました。はい、じゃあ最後こう未来の杉江さんをお伺いしたいんですけど、もう一生草津市議会議員として 頑張りたいとお考えなのか、まあ議員たるもの次は県議だとか市長だとか、えー、国政だとか、ご自身の目標がありますか。はい。あのー、私今六十一歳です。それでえー、今期が終わりましたら六十五歳になります。それであの耐、ー、れないこと言うなっていうのかも言われるのかもわかりませんけど、やはりその脳の活性っていうのが やっっっぱちょとと遅れててくるのかなとは思っています、ね、それと時代背景を読むっていうこともあの気持ちが長くなっているところもあるのかも分かりませんけれどもまあできるだけ精の精一杯頑張ってどこまでいけるか分かりませんけれどもあここは潮時計やなっていうところがまたいつか見えてくると思うんですけれどもその時にはえ後輩に 石油を譲って、あとはその、なねてきてくれたことに答えられる、そういうような、あの位置にはいたいなとは思います。うんまあ、今の私の中で、こう、咀嚼して、話すと今から県議とか国政だとか、そっちの方に、上にこうステップアップしていく、つもりは、あまりなく、今からは、人を育てていきたいとそうですね。 はい最後おそのお住まいの草津市の有権者の方々に向けて何かこうメッセージをいただいて終わりたいと思いますいつもお世話になります杉江登るでございます大井上学でえ子供もたちと一緒に暮らしております私杉江のぼるのぼるのおっちゃんのるさんって言われたことがないんです今じゃんけんおじさんとしか呼ばれません そのじゃんけんは、えー、っと、子供たちとコミュニケーションとるのに、毎朝600人ほど通うところに、スクールガードで立っておりますが、声がけするのもあれでしょうけれども、じゃんけんをしながら、その子の体調とか、心の思いとか、いろんなのを見分ける力がついてきました。子供は宝と申します。その子供たちを、 力ある限り一緒に暮らして育てていきたい。このような思いでいっぱいでございます。そして一生懸命働いて、今シニアと呼ばれる世代になった皆様もいろんなことをしながら、手作業をしながら、みかんを食べながらお茶を飲みながら一緒にいたい。そのような思いでございます。 政治。政治については、報道をよくよく見ていてください。私は昔から、この人を応援してるから、この党を応援しているから、それでは未来は見えてこないです。この人、いいこと言うな。そういう人に、一票を投じてくださいますように、お願い申し上げます。次へ登る。国民民主党のために、 一生懸命頑張りますどうか草津の皆さん国民民主党これからまだまだ伸びていきますどうか一つご支援賜りますようにお願い申し上げます杉江昇でございますご清聴ありがとうございましたはい、ありがとうございました本日のゲストはあ滋賀県草津市議会議員杉江昇さんでしたありがとうございましたありがとうございました。<laughs> ました今また はい。はい、ありがとうございます。あ<ー>、言い足りないこととかないですか。吉良さん男前ですね。<laughs> 嬉しい。初めて言われた。<laughs> <laughs> いやいや。はい。ありがとうございます。